する赤組トップバッターは芸歴34年の大ベテランダチョウ倶楽部。披露するのはだからうるせえな、もう映画記憶にねえな。三谷さんのその件に関して記憶にございます。9月13日公開、三谷幸喜監督の新作映画記憶にございません。三谷幸喜、中井貴一、草刈正雄による舞台挨拶をダチョウワールドでお届け。三谷さん、三谷さん、本当に出たがりね。そうよ、三谷は出たいのよ。いや違いますよ。映画は俳優さんが主役、私はスタッフですから。もう本当にやめてくださいよ。ただいまより映画記憶にございませんの舞台挨拶を始めます。じゃあ草刈正雄です。中井貴一です。三木谷です。楽天の社長か。三木谷は楽天の社長でしょ。あ、間違えた。出たがるな。自分の名前間違えて。違う。もうそういうことやめてくださいよ。三谷作品にオファーを受けてどうでしたか。いや、もうスケジュール的には本当にきつかったですけどね。でも出ることが本当に感謝してます。いや、あの、私もね、スケジュールがきつすぎてね、毎日8時間しか寝てないんですよ。十分寝てるよ。出たがるね。8時間十分出たがる。いやそんなことない。いや、私、あなたたちが主役ですから。いいですか。あのね、私はね、あの、裏方、裏の裏、表だろ。お前、出たがりますよね。出たがります。本当に出たがりみたいに見えるでしょ。ちょっと元の位置に戻りますよ。おう、ムーンウォーク下手くそ。出たがるな。何でも出たがりますよね。出たがってますよね。いや、そういうことじゃない。あなたたちが主役だから。私は出たがってないから、ね、上がってません。いや、上がってませんよ。大丈夫ですか。三谷はね、もう全然上がってませんよ。もう本当にやめてくださいよ。映画の見どころを教えてください。映画の見どころ、私の頭に石が当たって記憶がなくなるという記憶にございます。あれがドラマのスタートだと思いますね。そうですね。そうなんですよね。あれ用意しました。見たに用意しました。いや、あの、そういうことじゃない。あれは、違う、これなんですよね。大きすぎる。これね、中井さんがゴム加えて、で、私が引っ張ってこう石を離すと、中井さんに当たる。いや、これ硬いじゃん。大きすぎる。映画と一緒のシーンですか。加えてね、ちゃんとね。いや、引っ張りますよ。いいですか。こんなもんかな。三谷さん。ちょっと待って。三谷さん、あなた上がってません。上がってません。石がこうバッ。危ない。行きますよ。はい、中井さん。はい。痛い。欲しがるね。いや、三谷は欲しがってませんよ。もうやめてくださいって。欲しがってますって。最後に監督をセンターでスチール撮影をお願いします。撮りましょう。監督、すみません。いや監督センター。はい、ジャンガジャンガ。アンダールか。欲しがるな。もっとちょうだい。引退です。どうしたんですか。いやもうドキドキが止まらない。これはだから白組のね、だからワイドラショーのモノマネされた方も松本さん似てますよ。一緒やん。いやこっちで松本さんいて、パッと横見たらこっちも松本さんいて、ね、松本さんだらけやねん。判定の方行きましょうか。はい、さあ、それでは判定に参りましょう。白のコージー富田さん、芦部さん、ロッキー C さんか、それとも赤のダチョウ倶楽部さんか。スイッチをどうぞ。